その元々の本来の特定局の方は今でもその明治時代に作られたその特定局の特権が有効なんで、なんかそれを分けるのにオレンジ色の郵便局が確かその特定局郵便局長会の関するところでとかっていうような話、噂を聞いたことあるんですけど、本当かどうかわからないです、これに関しては。ただまあ私が知ってる限り特定局長会のところだなっていうところは確かにオレンジ色の郵便局になってますね。建設省ね、郵政省の話しとった建設省も懐かしいものが続きますわ。よいしょ。で、案外新城駅ってもうこの辺りなの？あ、でこっちの方が商店街とかあるんだ。へえ。あ、イオンもあるし、はあ、なるほどな。クレシはクレシかですもんね。ダンスや焼きとん、へえ、うんうん、飲み屋街なんかもあったりするんですね、こっちの方だと。新城の方のがどっちかというと今はメインなのかな。で広局、あ、周杯はヒロとクレで分かれてんだ。へー。クレにはクレも駅前にありましたよね。クレ郵便局ってね。今回もあの裏技を使おうかなっていう。こっちか？こっちから行った方がいいのか？いや違うな。単に工場だな。分かってねえんだからな。刈り上げくん、あったね、刈り上げくんって漫画ありましたよね、懐かしい。広本店、いや広本店なのかな。あら、事故ってんだ。で、その辺りに、二級橋。橋があるの？あ、二級橋って聞くと、そういう、東急の橋があるのかなと思ったら、あんなとこにラーメン屋さんとかあるしね。言って今回そこまでご当地っぽいものを、あ、まあ一応姫路であれ食ったりとかしてるかぐらいですもんね。え、姫路で、姫路で食ったのってどこだ。ああそっか、そっか、舞原か。一応舞原それっぽくはしてますよ。もうちょっと行ったらいいのかな。クレ国道出張所か、こっち側にあるんだ。
で、ここが二中橋。二中橋っていう地名なんだ。へえ。地名なの？はしご。これのことまさか。西詰めになってるけど。橋っぽいのってこれしかないけど。これが二中橋なのかな。すごいとこにあんな。なかなかすごいとこにあんね。へえ。あ、ど真ん中を貫くのね。へえ。あ、新広ってなってきたからこの辺りかな。あ、だから商店街って意外と真ん中ら辺になるのか。へえ。なかなか不思議な構造ですね。へえ。あそこかな、今バスが曲がってった。あっちから行ったら新広駅かな。特に駅の道路標識はないけど、でもあからさまにそこに駅があってターミナルがあってバス行き来してますって感じがありますもんね。あ、新広駅もう一つ先になってるな。あ、バスも曲がってまた曲がって入ってきますね。新広に入ってくるバスなんですね。でここは江南プロ。へえ。で、そこが労災病院なんだ。ここは広市民センターで、こういうのはありがたいね、たくさんあると。一応前ここで入って、2回でも見にくいな。まあ、とりあえずこっち行ったらいいそうさそうですね。よいしょ。言っても9時だからな。今回の客、デイ2なのにまだ一駅しか目的達成してませんからね。完全に目的手段とかがもうバラバラになっちゃってますからね、今回の旅。なんとか山口まではたどり着かないといけないんだけどな。それも長門やから、多分長門本山、あそこが宇部市になるのかな。宇部だもんな。結構あるよな。で、ここか。あ、あった。出てきた。新広駅。よし。まあ、ひとまず一駅分歩いたし。いいでしょ。よし。で、やっぱ新広駅の方が前に、こんな、役所とかがあったりとかするのか。市民センターってなってますけどね。多分役場機能も兼ね備えてるんでしょうね、この感じだと。
あれやべ、間に合わんな、今来たんじゃ間に合わねえか。走って間に合うの？温水プール。あれ、ワンちゃんいけるの？ワンちゃんいける？行く？あ、すいません。いいですか？どうぞ。はい。間に合わない。